夢ラジオ第五千七百七十二回。今日は令和五年十月五日火曜日です。時刻は午後十時半。横浜港北火曜の夜ですね。夜空は曇っています。町がすっごく静かですよ。毎年シワスになると夜の町がすごく静かなんですが、今日もそうですね。 さてそんな中イメラジオの放送です今回は「参政党はビジュアル政党を目指すのか」こんなタイトルでお話ししましょう。参政党は今度の衆議院選挙で「意識改革委員」これをえー、っと 100人集めてでその意識改革委員これがあの次の衆議院選挙に出てくれる候補者さんでそのお金が、まあ、10億ぐらいはいるからつまり一人頭1,000万ですか。 でその10億円を集めましたパチパチパチという神谷さんの演説ですよね。でこの意識改革委員すなわち次の総選挙への候補者さんはなんかビジュアルで選んでるっていうそういうことを聞くのですがこれは本当なんでしょうかつまり女性で。 かっこよくてててて子育てもしてらしいらみたいな。でそういう女性の候補者の姉御さんにあの赤尾さんになってほしかったっていうそういうあのことを聞くのですがつまり姉御さんにはね姉御さんっていうか赤尾さんにはこの、ね、後輩のそういう子育てもやってますと。ね でかっこいいですとそういう女性方、まあ、30代かな30代か40代のこういう人をまとめ役になってほしいというそういう意味を持って赤尾さんを推してたんだっていう。でこれがもし本当ならつまり参政党がビジュアル重視の選挙候補者選びますっていうのは本当ならば。 これってまさしく立花孝があの48党でやろうとしていたようなことがこれですよね。で立花さんバージョンの場合はもうちょっと年齢を若く設定して20代から30代でで,できたら未婚でそれであの女が政治に参加するっていうのを目指します。でそれで大茶香さんをあの白羽の矢を白のてて、 で人事権予算権全部あの手渡したらひどい目に遭っているといういまだそのひどい目に遭っている状況が続いておりますがまあバチバチやっていた対立し合っていたように見える参政党と N 国党なんですが、まあ、案外通定していたのかななんて気もしますね。 の目に見えるところでは、バチバチ対立し合っていても案外を相手がなんかうまいことやりそうだったら、それはちょっと。ね、うちも真似させてもらおうかなとか。だ立花さんもよく参政党の理念はいいから、その理念,理念だけ。パクって党運営が違う。そういうあの？ アルカリ党を目指しますでしたっけそういうこと言ってましたねだから賛成党の理念っていいんですよこれは立橘さんも認める通りですでであので一方の N 国党、まあ、かつては48党だったんですがその48党も女性の政治参加っていうねこれ大津さんに代表権取られちゃったからもう運算無償しちゃったけれどあの目の付けどころ良かったんだよね実はだからガーシーで 国政政党として地方を築いた国会議員も2人出した次は女性パワーだっていうあの立花さんの目の付けどころはねやっぱ見事だったんですが、まあ、何度も言うように大津彩香にしてやられてしてやられましたで神谷さんはじめその参政党サイドはそれ見て「お立花さんさすが」とはねやっぱすごいね。 女性を選挙に押し出し出て、そして党のイメージを上げるっていうこれはあのえっと N 国党が失敗したんでしたらちょっとうち参政党の方でそれ拝借させだからまあ言えばですね50代とか60代のおっさんみたいなのがあのなんか。 候補者ですとか、候補者になりたいんですってやってきても、今一つちょっとというね、あの見栄えがしないしという、でそうじゃなくて、やっぱりちょっと48党だとおふざけな感じになってしまいました、だよね、ちょっとふざけた感じがありましたね、48党は。それは20代、30代、ちょっと若く設定しすぎたからっていうのはだ大体30代から40代の、しかも参政党は子育て、ね、松田さんも。 お子ささん連れてきてきくださいとおっっしゃってますよねってことはその子育て奮闘中みたいなそういうかっこいい女性をですね参政党は候補者として出す、まあ、ビジュアル政党ですよねこれを目指しているんだろうかなんかどう見てもそんなふうに見えるんですけどねただ神谷さんご自身から「うちはそういう候補者選びします」と公式に聞いたことはなく。 ななんんとくく漏れ伝わってくるんですよねこの話がつまり参政党はあの女重視でいきます候補者もできたら若めの女がいいですともうおじさんいりませんっていうこの感じでもうおじさん立つ癖がないですよねそんなこと言われちゃうとまあそれはともかく参政党がビジュアル政党を目指すのかまあもちろん参政党は の食と健康教育国の守りというこの3つの柱あと10個ほどいろいろありましたよねあれがメインなんだけどまあ対外的に特に選挙においてね打ち出すときには女がいいだろうとこれはねまさしくそうなんですよ。女をを選挙に出しておいた方が票が票取れるんですよねだからそこを賛成党は 48都あたりからちゃっかりあの拝借しているとしたらそれはしたたかというかお,おさすがっていうそういう感じがいたしますね。まだその意識改革委員というのがどんな人なのかがよくわからないし100人選んだというもののその100人の内訳ってのはよくわからないですよねたまに「意識改革委員です」みたいな人がご自身で YouTube 上げてらっしゃいますけど。 まあそんな人見るぐらいですよそのメンバー見たら「おおやっぱりあの子育て女が多いぞ」と「女」って言っちゃいけないのかな「子育て女性が多いぞ」っていうふうになった場合にはあの「やっぱりそうだったのか」と「48党から結構拝借してますね」っていうことで、まあ、面白い政治の流れではありますよね。まあ、政治は かつての戦国時代の大名と一緒で国取り合戦ではあるんですがやっぱそこは駆け引きであったりあるいはあの手を結んだりといういろんなストラテジー作戦があるわけですよね。それをいちいいいちち見ていくのも面白いですよねだからちょっと前までガンガンやってた参政党と48党、まあ、今 N 国党ですか。それが 通定しているっていう、そういう、あの。点政治の見どころかなと思います。エメラジオ、今回は参政党についてでした。